つまいっつもの、スタビリティモードです。少し風がありますが、安定の飛行です。変更しました。機体の傾き制限は解除され、クリップやロールもできますが、水平制御が効く瞬間に予測不能な動きをします。いよいよアクロモード、操作が難しく、室内ではすぐぶつかり、練習にすらなりませんが、本日はお外で練習してみます。小さなドローンではホバリングも困難な感じです。憧れの垂直降下をしてみましたが、難しいです。木にぶつかりかけました。できますが、その後の姿勢をコントロールするのが難しい。慣れてきました。アクロモード初心者は小さな機体を外で飛ばすのが良い練習になりそうです。
軽いので芝生に落ちても壊れないので安心です。ご視聴ありがとうございました。